今回のスピチューブはオッチ旅、玉野市周辺を旅る、出会い、岡山の観光スポットで出会う、自由プラン、今回は自由な感じでご紹介いたします。最後までよろしくお願いします。皆さんこんにちは。今回も始まります。今回はウォッチ旅ということで、だいたい毎回県北の方に行ってたんですけど、今回は下南の方に行ってみようかなと思います。玉野市周辺をねちょっと歩いていこうかなと思います。もう本当にベタスポットを歩こうかなという感じなんで、まあ、かぶったりするかもしれないですけど、まあこれをね何かの参考にしていただけたらなと思います。それではスタートします。右手になんかちょっとね気になる、あそこねお好み焼き屋さんらしいですね。ここなんかディーゼルな、はい、というわけで今日はね、玉野市の深山公園に来ました。前からね最近行くこと全くないですね。なんかゆっくりできるような、なんかピクニックとかねそういうのをできたりとかするようなエリアかなとは思うんですけど、この深山公園の公園ですね、めちゃめちゃ広いですね。まあ、お散歩コースですね。まあいろんなエリアがあるんですけども、ちょっとなんかすごい年季の入ったトイレ、
ちょっとここは面白いですね。彫刻広場ということです。これがすごい効いてるエリアですけどもね、こんなんがあるんですね。彫刻少年がちょっと怖いですね。ちょっと怖いです。まあなんかどことなくね、懐かしいかなっていう、懐かしい公園かなっていう感じがしますね。これもなんか酒の樽ですかね。まあこのね、この先行ったらタイヤが、ものすごい数のタイヤがね並んでますけども、もうこれ十分ね楽しめますね。なんかもういろんなね突っ込みどころというか、はい、ね、この滑り台、ローラー滑り台ねあったりしますけども、いろんな遊び方ができるかなと思います。というわけで続いては多摩商店街に来ました。昔ながらの、ね、街並みが残るエリアなんですけど、はい、また再びやってきたわけですけども、今日はちょっとね、お好み焼き屋ですね。前回お好み焼き食べたんですけど、今回は焼きそば食べようかなと思ってやってきました。こちらにお邪魔しようかなと思います。はい、
して大丈夫ですか。はい。やっぱ若い子結構来ますね、アイスの。はい、気温が上がってきたからね。あ、1度、2度で違いますよ。あ、やっぱり変化が出てくる。どれも湿度が高い方がいいな。あ、なるほどね、うん。カラッとしてたらそうでもない。長年の。うん。もうあれよ。開けてみるとわからない。何やら分からんのかね。うん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 。はい、というわけで、多摩の市営電気鉄道っていうのが、まあ、通ってたんですけど、宇野からね、まあ、その路線っていうのがこの場所なのかな。で、なんかまだね、その車両が現存してるということで、ちょっとその場所に行ってみようかなと思います。はい、というわけでこの小屋かセンター内にあるこちらですね、これが玉野市市営の鉄道ですね。ね、立派な車両ですね。はい、というわけで渋川海水浴場に来ました。
こもね、あの、まあ、このシーズンねお金いらなかったんですけど、ね、駐車料金が1時間100円ということになってますけどね、結構ねなんか藤の花がいい香りをねしてますね。もうシーズンがちょっとあれですけど、まだほのかに香ってます。はい、岡山といえばねこの定番の渋川海水浴場ですね。これあのカッターコギがあるんですけど、これ毎年ねあの小学生が海の学習でねこれ使うやつなんですよね。園児置いてるわけじゃなくて、このシーズンになるとあの設置するというか、ここに置いて海に出るということなんですよね。まあ一クラス二クラスかな、それぐらいが乗るんですけども、懐かしいですね。海事研修っていうやつですね、海の学習。やってんのかな。はい、こんな感じになっております。水族園ですね。まあ、あの以前行ったことあるんで、まあ、詳しくは動画ね上げてますんで見てみてください。野生のイノシシがいます。猫も逃げません。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、王子ヶ岳でございます。玉野市の観光スポットの一つとなっている場所なんですけども、まあ定番ですよね。まあ、この先に行ったらね見晴らしのいいね、まあ、崖があるんですけども、ちょっとそこに行こうかなと思います。
らが王子ヶ岳の、ね、見晴らしのいい場所になります。こちらがね、クジラ島ですね。クジラ島と、まあ、いっぱいね、島がありますね。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。